神笠事件は、1914年9月16日に、玉川下流の住民らが築堤を求めて、神奈川県庁へ退去して押し寄せた事件である。本校では、有吉包み築堤に至る経緯を合わせて解説する。荒玉川の名で知られていた暴れ川の玉川は、近代以前より、下流の住民を反乱によって苦しめてきた。 玉川氾濫は江戸時代の玉川下流住民にとっての最大の災害であり、主治の歴史書によれば1644年から1867年までの223年間の間に37回の大洪水が記録されている。これは6年に一度のペースである。また、19世紀初頭に編纂された新編武蔵風土気候では稲毛量の多くが洪水の間あり、 しばしば水災あり、水存の間あり、水損刺激、常に水災は多くしてなどと記されている。明治時代には末期を除いて記録的な洪水こそなかったが、小規模なものであれば、貧品としてあり、その被害も、決して小さいとは言えず、多い時は1年に3回も出水したともいう。そして1907年の大水害や1910年の大水害は、 悲惨な被害をもたらした。三行村南河原で堤防が90メートルにわたり、決壊し、対岸の矢口村や六号村の堤防も決壊、大森から鶴見区にかけての流域全域が冠水した。校舎の洪水では、上平間の家屋はすべて流されてしまった。大雨が降るたびに、地域住民は、村で作った台に床のものをあげて洪水に備えたといい。 周辺の家屋の多くは、洪水に備えて、中2階が設けられていた。1891年、親とい外国人のヨハニス・デレー家が、河川改修の準備のために玉川を調査した。デレー家は報告書の中で、治水対策として、堤防の強化などを進言したが、日本政府の財政的事情から、玉川は放置されてきた。 それから20年余りが経過して発生した1907年の洪水は住民の活動を活発化させるきっかけとなり、同年10月には神奈川、東京の村長や地主ら50名余りによって玉川川未改修請願が出された。しかし、当時の東京府と神奈川県の境が玉川を挟んで複雑に入り乱れていたこともあり、工事の交渉は滞ってしまった。当時、 平間に住んでいた、ある語り手の話によれば、村レベルでも、築堤のようなことはされていたという。しかし、東京の村の方が力が強く、神奈川の村が包みを高くすると、東京の村が、さらに高い堤防を築くため、増水時は、神奈川側が氾濫するのであった。また、国策としての堤と防衛があり、河川法順用河川に指定された多摩川での、 築堤申請を認めていなかった。大正時代に入ると大洪水が連続して発生し、上平川に住んでいた三行村選出の羊軍会議員であり、土木常任委員でもあった秋喜吉郎は、1914年8月の洪水で命の危険に直面した。秋元は土木委員として洪水における水防の陣頭指揮を取っていたが、足を滑らせ、濁流に飲み込まれる。 丸太にしがみつきながらも流されていたところ、近隣の者が助けようとして投げた縄が丸太を捉え、九死に一生を得た。秋元もまた県庁に請願を出した者の要望が受け入れられなかった住民の一人であった。住民全員による直接的な行動でしか現状を打破できないと考えた秋元は、小倉、鹿島田、北、加瀬をはじめとする代表者を集めて、協議の場を設けた。 競技の結果、羽織を着用せず、わらじを履き、代わりに、目印として、網傘をかぶって、同年9月16日午前2時から出発し、警察の目を避けるようにして、県庁で集合することとなった。今でいうところのデモ活動である。代表者は家一軒一軒を訪れては、抗議活動のことを説明し、参加するように呼びかけたことで、当日は500人以上とも言われる。 地元住民が結託、集合した。上平館の参加者は、ガス橋通り沿いの八幡神社に、日吉村は小倉の無料院に、その他の村は、おのの鎮守境内に集合した。警察の監視を買いくぐるために、鶴見橋は使わず、おとといの出水が影響してか、橋の上を洗い越しのように水が流れる水吉橋を、使って渡った。県庁近くに到着した参加者は、 警察の統制を受け、ほとんどの抗議参加者は横浜公園で待機させられた。抗議当時の知事、石原健造との面会が許された各村の代表者、計10名は洪水の惨状や築堤の早期実現を訴えた。この事件は翌日の横浜貿易新報で報じられたほか、東京毎日新聞、東京朝日新聞、読売新聞など、 計11市で取り上げられ、大きな話題を集めたが、築堤の許可は降りなかった。大勢での抗議活動自体は、実りあるものにならなかったが、これを契機として市村吉寿軍軍長を、会長、小島美幸村臨時村長と、深瀬元日、吉村村長を副会長とした、玉川築堤規制同盟が結成された。同盟には、以下に挙げる11村が参加し、 蓄堤定運動がさらに大きくなった。同盟の活動は、1914年10月12日に、石原知事が現地を視察するという形で決実した。講義の翌年、1915年に、石原が神奈川県知事を退任し、9月から有吉忠和が、新任した。有吉は、すぐさま水害の問題に真摯に取り組み、河川改修申請許可を内務大臣に願い出るが、 申請は2年弱前に却下されたばかりで再申請は認められないとされた。これを受けた有吉は、就任からわずか2ヶ月後の11月上旬に、水害予防のために軍道を回収するという名目で、吸血樹軍道をかさ上げし、代用堤防として強用することを決定した。道路改修の名目だったので、内務大臣の許可はいらず、 神奈川県による正式な許可も翌年の1916年1月25日に下り4月から工事が始まった。住民も喜んで工事に参加した。ところが多摩川を挟んで対岸側の東京府江原郡の住民が内務省に工事中止を訴え4月18日内務省は河川法に基づく許可が必要な工事だとして中止命令を下した。 有吉はこれを無視して工事を続行したが、ついに懲戒処分が下ってしまう。これでもめげなかった有吉は逆に国を説得し、東京側の堤防よりも高さを低くするという条件の下で6月7日から工事が再開され、9月30日に竣工した。竣工式が12月18日に三行村、 玉川人城小学校で行われ、盛大な祝賀会が開かれた。当時の羽田吉次軍軍長は有吉に感謝し、有吉の名にちなんで、有吉筒美と名付けられた。一方、有吉筒美によって、中丸子の私は消滅してしまい、一部の工作地も失われた。有吉筒美は、三行村、上平間天神台から中原村上丸子の旧吉次軍道であり、 全長は資料により異なるが1 7トルから2 2トルとされる。中丸子児童公園から見た、有吉筒美跡、道路と地面との間に傾斜があるのがわかる。本格的な堤防の完成により、有吉筒美は堤防としての役割を終えたものの、ガス橋などにその痕跡が今でも残されている。河川法順用河川に指定された河川では測量が行われていたため、 県の予算で行う地区定でも内務大臣の許可が必要であった。参加人数には諸説あり、抗議参加者の語り手や、郷土市の多くによれば500人以上、小塚 1970P231 では1000人以上とされる。抗議翌日の東京朝日新聞によれば400名以上である。背景でも言及している通り、政府は 神奈川県側での築定には反対の姿勢である、有吉包に関するカテゴリー、ありがとうございます。